デイブ・ロバーツこと、デビット・レイ・ロバーツは、沖縄県那覇市生まれ、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ育ちの、元プロ野球選手、プロ野球監督。左投げ左だ。現在は、MLB のロサンゼルス・ロジャースで監督を務める。MLB 史上初の日本出身監督であり、ワールドシリーズで指揮を取り、またワールドシリーズを制した初の日本出身、監督である。 1972年、返還直後の沖縄県那覇市で、アフリカ系アメリカ人の父親と日本人の母親の間に生まれる。その後一家は、カリフォルニア州サンディエゴに移住。カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進む。1994年の MLB ドラフト28巡目で、デトロイトタイガースに指名され、6月9日に契約を結び、プロ入り。 1998年に、ジェロニモ・ベロワットのトレードで、チーム・オーレルと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍。1999年に、同年のパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出され、大会後の8月7日の対デビルレイズ戦で、メジャーデビュー。2002年からは、ロサンゼルス・ドジャースでプレイし、移籍1年目の2002年は、チーム最多の45盗塁。 2003年は2度の故障者リスト入りで、出場試合数が107だったが、前年に続き2年連続で40投塁。2004年は、シーズン途中の7月31日に、ボストンレッドソックスへ、トレードで移籍。両チームで41回の投塁を試みて38回、成功し、成功率92.7%は両リーグで、 カルロスベルトランの93.3%に次ぐ。ポストシーズンでは0勝3敗で迎えたヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズ4戦目で1点ビハインドの9回にダイソーに出て、投類を決め、チームはその後4連勝、ワールドチャンピオンとなった。2005年、サンディエゴパドレスへ移籍し、2006年は前年オフにメジャー屈指の中堅守であるマイク・キャメロンが加入したため、 左翼手にコンバートされた。6月には守備の際にフェンスに激突し、故障者リスト入りする。故障が多いので左投手が先発するときは休養を取りながらプレーした。この年に記録した13三塁打は、トニー・グウィンと並ぶ、球団記録であった。2006年オフにサンフランシスコジャイアンツと3年、総額1800万ドルの契約を結び、2007年は、 最も得意な中堅を守ることになった。この年は故障で、戦線離脱したが、チーム最多の31盗塁を決め、バリー・ボンズ以来球団史上10年ぶりに30盗塁を達成した。2009年4月10日にジャイアンツから放出され、12日に現役引退を発表。引退後はパドレスの特別補佐役を務めていたが、 2010年に血液の癌を発症して闘病。克服後の2011年にコーチとして現場復帰を果たした。2015年6月15日のオークランドアスレチックス戦では前日の14日に解任されたバドブラックの代理監督を務める。これによって MLB 史上初の日本出身監督となった。オフの11月23日に ドジャースの新監督に就任することが発表された。就任1年目にして、地区優勝し、最優秀監督賞を受賞した。2017年、2018年には再び、監督として、ワールドシリーズに出場したが、いずれも敗退している。2018年ワールドシリーズ第4戦での投資交代を、ドナルド・トランプ大統領に批判されたこともある。2019年は、 地区優勝したもののリーグ優勝を逃したが、2020年には監督としてワールドシリーズ出場を果たし、タンパベイレーズを4勝2敗で下し、日本出身監督としては初のワールドシリーズ優勝監督となった。ありがとうございます。